はい、こんにちは、平野です。それではですね、3回目の動画になりますね。大切な 1% に 100% 集中する32個のマインドセット、続きの、3つ目の動画をお届けしたいと思います。で、まずですね、先にちょっと、謝らなきゃいけないことがありまして、先ほどですね、22番目までお話ししたんですけども、1箇所ですね、飛ばしてしまったところがあったので、先にその部分をお話しします。17番目ですね、モチベーションなんてない、やる理由が明確かどうかっていうことなんですけども、まあ、モチベーションが続くかどうかっていうのは、もう本当にね、事業を遂行する、成し遂げるためには絶対必要なんですよね。多くの方がモチベーションが続かなくて諦めてしまう。まあ、もっと言うと他のところに気が回ってしまうというか、なんていうのかな。諦めちゃうっていうのとまたちょっと違うんですけども、なんかね、あんまり魅力に感じなくなっちゃったりするんですよね。なんか疑いを持ったりだとか、めんどくさくなっちゃったりだとか、もっと楽な方法を探したりとかって、まあ、いろいろあるとは思うんですけども、要はね、モチベーション、とにかく一つのことを成し遂げるというモチベーションがあるかどうかっていうのは非常に重要なんですよね。でもね、ここで一つお伝えしたいのは、僕はね、モチベーションなんてないって思うんですよ。そのモチベーションっていうのは、まあ、言葉としてはありますけども、まあ、要は、やる気が続くかどうかっていうだけだと思うんですよね。で、その時に、僕はね、モチベーションっていうものを、ないって言いましたけど、言葉を変えると、ただやる理由が明確かどうかっていうだけだと思うんですね。まあ、つまり、やる理由が明確であれば、別に何をやったっていいと思うんですよ。何をやったって、そのやる理由が明確で、それが成し遂げられる方法であれば、別に浮気しちゃっていいと思うんですよね。ただ、そのね、やる理由が明確じゃないから、他に目移りするんだし、他の方法を探したりするんだろうと思うんですよ。まあ、めんどくさくなって、やめちゃったりとかってあると思うんですよね。例えばどうですかね、自分が3日後に死んでしまうってことが確定していたとして、何か、そうですね、じゃあ例えば、じゃあ3日間で300万円お金を作ったら、その3日後に死ぬっていうのはなしになりますよっていうことがもし決まってたとしたら、それを自分でも自覚できたとしたら、やりません？まあ、自分のためだったら、ちょっとね、もしかしたらエネルギーが出ない方もおられるかもしれないので、例えば自分の親とか自分の子供とかでもいいですよ。3日後に殺すぞと、身代金として300万持ってこいと言われたら、なんとかしてその300万円で集めるまでやるじゃないですか。ね、集まらなかったからすいません、許してくださいとは言わないし、集められないからどうせいいや、無理だって言って諦めたりもしないですよね。で、他の方法にどん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 目移りしてね、こっちの方がうまくいくだろう、こっちの方がうまくいくだろうなんていう思考もないと思うんですよ。多分、すぐにやる方を決めて、すぐに行動して、とにかくなるべく早くお金をね、300万円を作ると思うんですよね。まあ、つまり、モチベーションっていうものはですね、結局やる理由が明確かどうかに関わってきてるってことです。もうそれいかんで全然変わっちゃうんですよね。なので、僕はですね、やる気の出ない時っていうのは、なんでそもそもそれやろうと思ったのっていう理由に立ち戻ってほしいんじゃない、た方がいいと思うんですね。まあ、つまり原点に帰るってことです。なんでそれやんの？何のためにそれやってんの？やらないと何がダメなの？っていうところに、立ち戻ればですね、モチベーションっていうのは自然的に湧いてくるし、モチベーションっていうか普通にやると思うんですよね。ただ確かにですね、長期スパンで、なってくる。例えば1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、もしくは1年単位、2年単位っていうね、期間が長くなればなるほど、やる気っていうものが分かんなくなっちゃう時ってあると思うんですよ。例えば高校3年間の部活の時にも、1年生の時にはすごくやる気があると。だけど2年生になったらやる気なくなっちゃうみたいな人もいますよね。まあ、やる理由がなんか、なんていうかな、自分の中にそのやる理由がもう必要じゃなくなった場合とか、もしくはなんで始めたんだっけなっていう、ことを思い出せなくなったりとか、あとは辛いことの方が、辛いことに耐えられなくなっちゃって、現実逃避してね、ちょっとこう、なんていうかな、自分の気持ちに向き合えなくなっているとか、いろいろ理由はあると思うんですけども、まあ、要はですね、気が乗らない時っていうのは、僕は、まずね、気が乗ることを、その時気が乗ることをしてみたらいいと思うんですよ。例えば何かを食べたい、何かを、したい、どこどこに行きたい、何でもいいと思うんですよ。ゲームでもいいし、本でもいいし、漫画でもいいし、旅行でもいいし、たくさんね、お酒を飲むでも何でもいいと思うんですけど、まず自分が気が乗ったことをしてみたらいいと思うんですよ。その結果、あ、そうか、気が乗るっていうのはこういうことなんだと。止めようと思ってもやめられないんだなと。
やりたくていつも結局やってんじゃんみたいな、そのですね行為に自分のその心と体の動きをですね、客観視してもらいたいんですよね。そうすればそもそもなんであれをやりたいと思ったんだっけと、だけど今なんでやる気がないんだろうなっていうところを考えるとですね、じゃあやる気が出るためには方法を変えてみようか、やる気が出るために場所を変えてみようか、やる気が出るためにちょっとね、決まった制限をかけてお休みしてみようかとか、いろんな気持ちが考え方が出てくると思うので、その結果ですねやる気っていうのは続けられることが多いんじゃないかなって思うんですよね。まあ本当に僕なんかは一人で田舎でね仕事してますから、結構ね仕事の場所を変えるんですよね。まあ家でやってるとどうしても集中できない場合はもう強制的に集中できるようななんか密室とかね、密室って言うと変な言い方ですけども、まあネットカフェに行ったりだとか、あと外に椅子を持って行って外で仕事をしたりだとか、まあ温泉で本を読んでみたりだとか、まあまあいろんなことしますよ。一人でね旅行に行ってみて、そこで何か企画を練ってみたりとか、まあ、そうするともうね自然とねやる気が出てくるんですよね。うん、なので、まあ、やる気イコールそのやる理由っていうものが明確になれば、モチベーションなんてものはね、考えなくても自然と湧き上がってくるもの、自然と行動に変わっていくものだというふうに思いますので、まあ、モチベーションということの定義についてね今回お話ししました。はい、じゃあ次ですね、23番目、今後のネットビジネスはコンテンツビジネスに偏っていくってことなんですけども、まあ基本的には僕はコンテンツビジネスっていうものをしているつもりです。まあ、コンテンツビジネスって何なのかって言ったら、まあ、価値みたいなものをですね届けるってことですよね。例えば、本っていうのは、物販、ものをね売ってるように見えますけども、実はコンテンツビジネスなわけですよ。なんでかっていうと本の本質は本の内容ですよね。本に書かれているノウハウとか話っていうものが、ものを得たいと思って本を買ってるわけですよね。まあ、つまりコンテンツなわけですね。そしてそのコンテンツには人っていうものが反映されてますよね。著者っていう人、そして読み手という人ですよね。うん、まあ同じようにですね、DVD だってそうですよね。DVD を買ってるんじゃなくて、DVD の中に入っている内容、コンテンツを買ってるわけですよね。あと何でしょうね。例えばじゃあ、料理、ご飯を食べに行くって言った時にも、当然ですね、中華とかイタリアンとかフレンチとか和食とかいろいろあるわけですけども、その中で何かレストランを選ぶわけですよね。その時に、お店が綺麗だとか、価格が安いだとか、有名な料理長さんが作っているとか、まあ、口コミサイトで人気があるとかいろいろありますけども、それらも結局ね、コンテンツなんですよね。いろんな情報の中でこれがいいんじゃないかっていうふうに選んでるわけですよ。例えばハンバーグを食べようと思っても、A というハンバーグ、B というハンバーグ、C というハンバーグ、どれもハンバーグじゃないですか。じゃあなんでどれかを選んでそれを食べるっていうことを決定するのか。それはコンテンツがあるからなんですよね。例えばお皿が綺麗だ、大きさが大きい、美味しいと評判だ、いろんなのがありますよね。まあ結局はですね、今皆さんっていうのは、物が溢れている時代で、物を選択できる時代なんですよね。これがなかったら生きていけないみたいなものってそうそうないと思うんですよ。例えば昔であれば、テレビを買うのが夢だった、冷蔵庫があるうちは豊かだ、クーラーがあるうちはねすごく贅沢だみたいな話があったわけですけども、今じゃどこにでもあるわけじゃないですか。で、買い替えるって言った時にも、他と比べるし、しかも他のお店と比べるだけじゃなくてネット上とも比べることができるわけですよね。もしくは何でしょうね、携帯電話だってそうですよね。もうとにかくたくさんのキャリアからいろんな携帯の端末が出ていて、古いものから新しいものまで本当にたくさん出てますよね。ですので選ぶ基準っていうものがすごくね、ないから必要っていう基準じゃないんですよ。もうあるんだけど、なるべく裁量を選びたい、なるべく自分に合ったものを選びたい、なるべく自分らしいものを選びたいみたいな、コンテンツによって人は動いてるわけですね。まあ、ですので、とにかくねこれからの時代っていうのはもう、豊かすぎてですね不足しているという時代じゃないですから、自分たちが選ばれるためには、どういうふうな見せ方、コンテンツ力を、つけていくのか、それが、お客様にとって価値あるものであれば選ばれていくってことになるわけですよね。まあこのコンテンツっていうのはね本当に語り尽くせないぐらいいろんなものをですね、構成している要因で非常に重要な要素だと思うんですけれども、まあ基本的にはですね、印象がいいとか、あとはなんだ人であればね馬が合うとか頼れそうだとか、なんとなくこの人良さそうだなみたいなものも含めてコンテンツだと僕は思ってますので、言葉を変えるならば人だと思うんですね。提供者の
人間力みたいなものがですねコンテンツに現れていると思いますので、まあ、今後はですねあなたという武器をあなたという存在を武器に変える必要があるというふうに思っています。まあ、ちなみにですねコンテンツビジネスっていうものは、まあ、だけじゃないですけども、世の中のですね価値観っていうものをね、ちょっとだけお伝えしておくと、基本的には一番下に書いてありますけども、情報から物質そして体験と価値観が変わると、イコール高まるというふうに言われています。これは僕も本当にそれは実感してますけども、動画というのはね情報なんですよね。それを DVD に変えると物に変わるわけなので、非常にですね購入率が高くなったり単価が上げられたりするんですね。さらには DVD の中身を体験できるとなると、さらには金額が増すわけです。旅行だったりだとか体験ツアーだったりだとか、その場でのセミナーだったりとかね、コンサルティングだとかあると思いますけども、まあ、情報から物質体験っていうこの移り変わりで価値観が変わり価値観が高まるというふうなことが一般的にありますので、まあ、ぜひね覚えておいてほしいなと思います。はい、次24番目ですね。見込み客の多くは最新を使いこなせないが最新を求めるっていうことで、まあ、これはね僕も非常に当てはまってるんですけども、最新っていうものにですねもう価値があるんですよ。新しいっていうことに価値があるんですね。まあ、ですけども新しいっていうことは今までで一番良かったっていうこととイコールじゃないわけですよ。むしろね機能が増えたりとか何か、付加価値が多すぎて本質からずれてしまったりなんていうこともあったりするわけですよ。例えばどうでしょうかね、まあスマートフォンですよね。まあスマートフォンでも、まあ、最近はそうじゃないかもしれませんけど、どん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 価値が高まっていく、スペックが上がっていくことで使いにくさというですね障害が出てきて分かりにくくなってしまうことでユーザーがまあ支持しなくなったみたいなことってあると思うんですよ。例えばそうですよね、今じゃあ日本ではねスマートフォンの中で言うと iPhone がやっぱり人気ですけども、まあもちろん Android もね最近はすごく人気なんですけども、使いやすさとか直感操作とか、あとは知識がなくても使えるみたいなところに多くの方が価値を置いていると思うんですよね。でそれが新しくなったことでますますその価値観、直感操作とかがね磨かれればいいんですけども、どんどん機能が増えるばかりで複雑になればなるほどやっぱりね難しい、使いこなせないということになって、お客様というのは支持しなくなっちゃうんですよね。まあ、なので最新ということに価値はあるんですけども、多くの方が価値があるというふうに思うんですけども、実際は、最新というのは、まあ、多くの場合は使いこなせないということが多いと思います。まあ、ただね、この原理っていうものを理解しておくことで、これからね、ビジネスしていくときに、何か新しいものが出せないかなと、これは新しいんだよって言えないかなっていう切り口をですね、持つことで、すごくですね、売れる要素を加味することができますので、その視点を持っていただきたいなと。ただ逆にお客様は、最新は使いこなせないので、そこはね、わかりやすくとか、それを、なんていうのかな、使いこなせるようなサポートを付加価値としてつけてあげるとか、まあ、そういったイメージを持っていただければいいかなと思います。はい。まあ、まずはね、子供の目線にかがんで伝えるイメージです。ほらね、これ欲しいでしょみたいな感じで、子供のね、目線に降りていって、だけども提供するものは、すごく真面目なものというか、まあ、本質的なものみたいなものが方がいいんじゃないかなというふうに思ってます。はい。ということですね。はい、次ですね、25番目。まあ、オリジナルコンテンツの作り方ってことで、TTPM プラス自分らしさってことなんですね。まあ、TTPM っていうのは徹底的にパクりまくるというね、TTPM ですか、徹底的にパクりまくるですよね。まあ、この頭文字をね、適当につけただけなんです。プラス自分らしさってことなんですけども、よくね、TTP って聞いたことある方多いと思うんですよ。徹底的にパクれみたいな。だけど、あれだとね、僕はね、足りないと思っていて、M ですよね。徹底的にパクりまくるんです。とにかくパクれるものはパクりまくるんです。もっと言うと、ゼロから作るのは難しいんです。ですので、お手本となるようなパクリのネタ元をですね、用意して、それを、自分らしさを加えてパクるんです。まあ、言葉を今のね、ネットビジネスの中で言うと、まあ、ビジネス用語で言うと、リライトするなんて言いますよね。例えば、ブログのネタをリライトして、パクってリライトして、まあ、上書き保存すると。もしくは教材から学んだことを、教材を購入して学んだことを自分の言葉に置き換えてもう一回リリースし直すとか、もしくはセミナーに出たら、もうセミナーっていうのはまあ実際仕入れですから、情報の仕入れみたいなものですから、そこに行って聞いたことを自分なりの形に変えてもう一回リリースするとか、もうとにかくね、パクれるものは全部パクるんですよ。
で、ゼロから作るってことをしないってことです。必ずひな型として情報を仕入れてきて、それを自分らしさというリライトをすることで提供する形を変えて、世の中に出すってことです。もうね、要はこれの繰り返しなんですね。皆さんがそれ良くないんじゃないのって思ってるかもしれませんけども、実際あなたの目の前にある教材とか情報とかセミナーっていうものはこれを繰り返した結果生まれてるものなんですよ。ですので、もう何がオリジナルかわからないんですね。本当の独自のものなんてもう多分世の中に今存在しないと思います。ですので、とにかくね、パクリまくると。ゼロから作るんじゃない。白紙から作るんじゃない。必ず、見本とかお手本とか、型というものを用意して、それを自分らしさでリライトしていくというふうに考えていただくと、絶対ね、いいと思います。昔ですね、私が板前をしていた時に、それこそ有名なですね、調理師の先生がいたんですけども、東京6人会と言われるですね、東京で6本の指に入る、まあ、すごく、有名な達人の和食の先生がいたんですね。その方に言われたことはですね、100回真似しろと。100個パクれば、101個目は、それを全部組み合わせた中で自分がいいと思ったエッセンスが加わるから、101個目がオリジナルになるというふうに言われたんですね。100個パクれと。101個目がオリジナルになると。もうこれもね、僕は本当にこのことと同じじゃないかなって思ってますので、まあ、ぜひですね、これを、まあ、この考え方を取り入れて、コンテンツをね、作るということをしていっていただければなと思います。はい、次ですね、仕組み化できない部分に圧倒的な競争力が生まれるってことなんですけども、まあ、仕組み化できない部分って何だろうって考えれば、例えば、電話で話すとか、もしくは直接会うとか、ね、ありますよね。これは仕組み化できないですよね。人間が動くわけですから、まあ、インターネットの仕組みでやることもできないし、自分以外の誰かにやってもらうこともできないわけですよね。うん、この部分に関して、やっぱりね、圧倒的な競争力が生まれるんですよ。うん、仕組み化することによって、同じものが増えますから、まあ、そこはね、競争力っていうと、まあ、もちろん生むことはできるんですよ。パッケージングだとか、彩りだとか量とかでいろいろできるんですけども、あなたという競争力は加えられないですよね。うん、例えば先ほどのね、まあ、料理の話で言えば、一流のシェフが作った料理だから美味しいと、一流のシェフが作った料理だから価値が高いというふうにした時に、同じものを同じレシピで同じように作れたとしても、それが二流のシェフが作ったとしたら価値が下がっちゃうんですよね。ていうか、同じ価値を表現できないわけですよ。で、もしかしたら、提供された側っていうのは気づかないかもしれません。一流の人が作ったものなのか、二流の人が作ったものなのか、わからないかもしれないですけども、そこは、誰が作っているのかということをですね、表現して競争力を持たせようと思った時に、一流のシェフが作っているから、この値段なんですよ。これだけ人気店なんですよ。これだけ美味しいんですよって言えなくなるということはですね、他の人たちがレシピをですね、真似て、まあ、競争力がない状態で、真似しちゃうわけですよね。まあ、ですので、このね、触ってるかな、仕組み化できない部分に、このね、競争力を、まあ、つけることができるということをですね、一つ知っておいていただきたいなと思います。まあ、つまり、ワントゥーワンコミュニケーションを体験させるとか、まあ、特にね、インターネットっていうのは体験っていうものの価値がすごく高くなりますから、情報価値がもう本当に無料でね、どこでも情報が手に入ると。その代わり体験するってことはもう、インターネット上じゃできませんし、必ず人が動く、人がその場に行かなければできないことなので、非常にね、価値が高くなってるわけですよね。まあ、ですので、この体験っていうところに競争力を持たせようと思えばですね、例えばですけども、チャットに返信するとか、個別メッセージのやり取りをするとか、直接話すとか、会うとか、飲むとか、過ごすとかね、こういったインターネットでできないことで、インターネット上でできることであっても、必ず人が介在していなければ行われないことっていうものを入れることで、あなたの強みというか、あなたらしさというものを伝えることができて、それが結果的に圧倒的な競争力になるということを知っておいていただきたいなと思います。はい、次ですね。次ですね、一人会議の時間を設けるということで、思考が現実化する、種が生まれるってことなんですね。まあ、思考が現実化するっていうね、有名な本ありますよね。まあ、ちょっと、あれですね、自己啓発の本とか、まあ、もしくは調べていただければ必ずね、本とか情報が出てくると思いますけども、この時にですね、まあ、思考は現実化するのかよってことですよね。思った通りになるわけないじゃん。っていうか、思った通りになるってどういうことっていうふうに思うと思うんですけども、それがね、この僕は一人会議の中に含まれてるんじゃないかなって思うんですね。
まあ、一人会議っていうことについても、まあ、調べていただければですね、本とか、まあ、DVD なんか出てきますけども、要するに自分の、自分が一人になってですね、もしくは一人、人がいてもいいんですけども、未来のことに思いを馳せる時間っていうことなんですよ。もしくは現状を客観的に見つめ直す時間と言ってもいいかもしれません。はい。まあ、この辺をね、時間管理マトリックスっていうのがあって、まあ、緊急で重要なことっていうことをですね、4つのエリアに分けて考えるっていう話とか、あとは、まあ、この辺もね、一人会議とか思考は現実化するで調べてみていただければいっぱい出てきますけども、まあ、要するにここで何が言いたいのかっていうと、一人会議の時間を設けるっていうことは、未来を作っていく種が生まれるんだってことなんです。逆に一人会議の時間を設けていない人っていうのは、未来を作る種がないわけですから、未来は自分の思い通りに作られないってことなんです。行き当たりばったりになっちゃうんです。流されたままになっちゃうんですよ。ですので、とにかく一人会議の時間っていうのは絶対に設けた方がいいですよって話なんですね。まあ、ここでね、一つ参考になるような話があるんですけども、庭師っていうね、お仕事の例え話です。ちょっとね、ご紹介しますけども、庭師の仕事っていうのは何なのかっていうと、庭にある木とか、あとは、なんだろう、苗木みたいなものを整理してね、切ったり、形を整えたり、場所を移動させたり、まあ、石をね、踏み石を当て込んだり、玉石を敷き詰めたり、池を掘ったりみたいな形で、すごくその、庭をきれいにする、かっこよくするっていうことが仕事なわけだったりしますけども、その時にですね、一番価値のある仕事って何なのかって言った時にですね、その仕事の合間合間にする休憩時間だって言うんですよね。休憩時間、お茶を飲んでる時間、タバコを吸ってる時間なんです。何かというと、ぼんやりと庭を眺めて客観的に見て、頭の中で、こうなったらもっといいんじゃないかなとか、ここをもう少しこう変えるとこういう季節感が表現できるかなとか、冬の時期に雪がここに積もったら、すごくね、見栄えがいいんじゃないかなとか、もしくはここに池があると、日が差した時にキラキラ光っていいんじゃないかな、いろんなね、想像するそうなんですね。まあ、その、想像する時間というのが庭師にとっては休憩の時間と、お茶を飲んだりタバコを吸ってる時間だそうで、その時間が一番生産性が高いというふうに言われているらしいんです。つまり庭師の仕事は休憩することですね。休憩して客観的に庭を眺めることなんです。これがですね、皆さんの、まあ、ビジネスの中でできているかどうかってことなんです。もちろん僕もそうです。もちろん僕も忙しくてそういった時間が持てないと、どうしてもですね、なんか苦しくなってくるんですよね。なんかゆとりがないというか、やってることのに 100% のエネルギーを込められないというか、まあ、無駄なことをしがちというか、まあ、そうなるんですよね。まあ、ですので、この一人会議の時間っていうのをですね、絶対設けていただくことが、皆さんが思い描く、どうなりたいのか、まあ、もしくはお客様にどうなってほしいのかということをですね、計画する時間になりますので、それが結局は現実化していく種になるわけですから、まあ、こういった時間をですね、持ってほしいなっていうふうに思ったりします。はい、次ですね。差別化の方向性は違いではなく独自の価値にということなんですけども、要はね、差別化なんて狙わなくていいですよって話なんです。よくね、個人ビジネスやってるとライバルとの違いとかね、その市場の中で自分の独自の差別化をしなきゃいけないっていうふうに言うんですけども、まあ、それはね、別に間違ってるとは思わないですよ。ただ間違ってないんですけども、方向性が間違ってたりすると危険だなっていうことをね、僕はここで、示唆したいんですね。結局ですね、何度も言ってますけども、ビジネスっていうのは人にフォーカスして、価値の交換、もしくは価値を提供する、貢献することで対価をいただくっていうね、この人間関係の中にあるわけですから、この差別化っていうものもその方にとって良い表現になる、良い、まあ、影響を与えるんであればいいんですけども、特に今の差別化っていうとライバルとの違いとかね、市場の中で同じようなものがあった時にどこが違うんだみたいなところに目を向けてるんじゃないかなと思うんですよね。で、お客様っていうのはライバル、同業者との違いなんて別に知りたくないんですよ。ここと比べてどっちがいいの、もちろんね、そういうふうな検索する方もいますけども、そこがいいから選んでるっていうわけではないんですよね。例えばアップルなんて、そうですよね。まあ、アップルっていうのはね、今 iPhone とか、まあ、もちろん他の Mac とか、そういった、まあ、電子機器で有名な会社ですけども、結局はその創業者のスティーブ・ジョブスの生き様とか考え方とか理想の世界みたいなものに共感したから、Mac 製品を買ったりするわけですよね。 Apple 製品を買ったりするわけですよ。まあ、そういうことが現実起きてるんですね。
まあ、ですので必ずしもこの差別化っていうのはライバルに目を向けるんではなくて、お客様にちゃんと価値が提供できているかどうかっていう、情報が伝わっているかどうか、自分たちの存在が有益なものだっていうふうに伝わっているかどうかっていうところに意識を向けて差別化するのはいいんですけども、まあ、そうじゃないケースがかなり多い気がしていますので、まあ、ちょっとね、あえて言葉にしてみました。そしてですね、信じて走っているときはよそ見をしないでとにかくゴールを目指すと書いてありますけども、どうしてもですね、その、なんていうのかな、お客様に価値を提供しようとしながらですね、よそ見してライバルの状況が変わっちゃうわけですよ。あの人は、なんか例えば僕だったら YouTube を教える人が増えるとかね、あとはそれもね、マーケティングがうまくて、そんなに、まあなんていうのかな、経験もないのに、すごく自分は、なんていうかな、すごい情報持ってますよっていうふうに見せたり、感じさせたりすることもできたりするわけですよね。まあ、そんな時にやっぱり不安になるわけですよ。自分がやってきたことってそんなに価値がないのかなとかね、自分よりもすごい情報を持ってる人いるのかななんていうふうに考えたりして、スピードが遅くなっちゃうんですよね。でもそんなことは関係ないんです。結局差別化しないで自分の価値を目の前のお客様に届けることに集中していれば、よそ見なんかしてる場合じゃないんですよ。とにかくその目の前のお客様に全力で価値を提供すれば結果が出るんで、まあ、そういう、ね、意味を、指していっています。でもしね、隣の芝が青く見えるのはスピードが遅い証拠って書いてありますけども、まあ、ライバルの方が良さそうに見えて自分に自信がないとか、あとは、自分にはまだまだそんなね、ビジネスにできる器じゃないんだとか考え始めたとしたら、それはね、目の前のお客様に価値を提供する、貢献するっていうことをする、行うスピードが鈍いんだと思ってください。スピードが速くて、とにかく速く、提供する、早く解決する、その方にとにかく喜んでもらうということに集中していれば、隣のね、ライバルの姿は見えないはずですので、まあ、そういうふうなところに、まあ、差別化ということをするんであれば、そこに価値を置いてくださいねって話でした。はい、次ですね。スマホ時代はデザインが主導する、ユーザビリティが主導するって書いてありますけども、もう今ね、皆さんが、否定できないぐらいスマートフォンの時代ですよね。まあ、もちろんパソコンも相変わらず当然あるわけですけども、ほとんどの方がスマートフォンでインターネットにアクセスしているわけです。つまりインターネットからの情報っていうのはスマートフォンで受け取る方々が圧倒的に多いわけです。まあ、その時にですね、スマートフォンっていうのはパソコンの画面に比べて小さいですよね。そして操作も片手でやってたり、まあ、両手でも指でやってたり、すごく狭い範囲の中で行動が行われているわけです。まあ、そうするとですね、分かりやすさというものが何より重要なデザインなんです。操作しやすさというものが何より重要なデザインなんです。このデザインというのは見た目がかっこいいって意味じゃありません。ユーザビリティということです。使いやすい、分かりやすいということなんですね。まあ、その部分を、ちゃんとですね、理解した上でデザインをしなきゃいけないし、その上で情報を詰め込みすぎないということもそうでしょうし、表現を分かりやすくするということもそうでしょうし、すべてデザインなんですね。まあ、つまり、美味しい料理よりも美味しそうな料理なんです。わかりますかね。もしくは、食べたら美味しい料理じゃなくて食べやすそうな料理なんです。ありますよね。例えば何か、そうですね、じゃあデニッシュみたいなね、パンを買った時にすごく表面がパリパリしていて食べるとボロボロこぼれると、そうなるとすごく洋服が汚れたりだとか、移動中にね食べにくいとかあると思いますけども、それが口に運びやすい大きさで、手が汚れなくて、でなんかこう人にも、ね、シェアしやすいみたいなものがあると、それってすごく人気が出るんですよね。まあ、そういうデザインというユーザビリティを重視したデザインというものがこれからの時代は非常に重要だということです。はい。まあ、これをね、インフォデザインなんていうふうに、ここでは定義したいと思います。情報を提供しやすいデザインだということなんですね。ちなみにですね、何かが売れる決定要因の 24% がデザインなんだっていう事実もあるぐらいですね、実はこのデザイン力、分かりやすさっていうものは、非常に重要なんですね。例えばコピーライティングってありますよね。セールスコピーライティングなんて言って文章で価値をちゃんとお伝えすると、すごく欲しい気持ちにさせて購入まで導くみたいなものがありますけども、それらもやっぱりどういう文字を使うのか、どういうフォントを使うのか、その文字のサイズは何なのか、色は何なのか、配置はどうなのか、改行はどうなのかっていう、このデザインによって読まれる読まれないって変わるんですよね。まあ、ですので、例えばね、人は見た目が9割っていうのありましたけども、これからはですね、インターネットも見た目が9割なんですよ。文字も見た目が9割。デザインも見た目が9割なんですね。そのすべてに、通じる、見た目の価値っていうのは分かりやすさなんですね。まあ、ここはね、本当に強くお伝えしたいなと思いますけども、ここを抑えることで、別にね、
そんなに華美なデザインにしたりとか、お金をかけて何かするってこともなく、購入っていうのは伝われば購入していただけるものなので、このね、分かりやすさというところを意識してほしいなと思います。はい、次ですね。チャンス追求型から戦略システム型へシフトするってことなんですけども、まあこれはね、私がお伝えしてた、情報の発信元じゃなくて、下の方に注釈がありますが、リチフ・シェフレンというですね、今ダイレクト出版さんが代理店をやっているアメリカの有名なマーケティング、まあ、コーチの方ですね、リチ・シェフレンで検索していただければ出てきます。で、今ですね、まだ無料でレポート配布しているかどうか分かりませんけども、その方が言っている話の、まあ、本当にコアなところですね、それがチャンス追求型から戦略システム型へシフトしましょうってことなんですね。じゃあチャンス追求型って何なのかって話なんですけども、要はね、儲かりそうだからやりましたってことなんですよ。昔の日本のね、高度経済成長期の時ですよね、中小企業の社長さんっていうのはタバコを吸って太っていて、社長室にふんぞり返っていて、儲け話があるとね、すぐそれやってみようみたいな感じで、次々と、儲かることをやると、儲かんないことはやめるみたいなことをやってたわけですけども、現在はですね、そういう感じではないですね。もちろん新しいビジネスが生まれてますし、儲かるビジネスっていうのは生まれてるわけですけども、それを追いかけていくという考え方からそうではなくて、まあ何かね、価値がちゃんと提供できるビジネスを戦略的に作っていこうと思うんです。もしくは何かうまくいった事業を戦略的に自動化したりとか人に任せたりして、長く売れる仕組みに変えていきましょうってことなんですね。まあ、つまりこれはもう本当に自分のですね、どうなりたいか、お客様にどうなってほしいかというところから逆算して考えて、どのビジネスをすればそれが結果的に得られるんだろうか、例えば時間の自由も欲しいと、お金の自由も欲しいと思ったら、お金はいくらあればいいんだろうか、時間はどのぐらいあればいいんだろうかってことを計算して、じゃあそれがなせるビジネスなんだろうっていうふうに考えていくことが戦略システム型なんですね。例えば私の場合は、まあ、田舎に住んでいて、家族がね、5人家族で子供が3人いて、すごく三つ子で大変なわけですけども、おじいちゃんおばあちゃんも両方健在 で近くにいてあげたいっていろいろ思うわけですよ。別にね、年収1億稼ぎたいとか海外旅行ばっかり行きたいって全然思ってないんですね。とにかく、親のそばにいながら子供の可能性を止めることなく、自分たちらしく一生懸命楽しく生きていければいいなと思っているので、そう思うと年収はね、2000万ぐらいあればいいかなって普通思うんですよ。別に1000万でもダメなわけじゃないですよ。で、2000万あれば十分いろいろな可能性を提供できるんじゃないかなと思うので、2000万維持するためには、何のビジネスを選んだらいいのか、じゃあそのお金があっても時間がなかったら使えないですから、時間も生み出せるにはどういうスタンスでビジネスやったらいいのかってことを考えるわけですね。まあ、なので全然幸せなわけですよ。別にお金なんかそこまでなくたって十分いいんですよ、っていうことを考えて、じゃあビジネスやっているかってことなんですね。まあ、当然ね、最初全くお金がないときはそうじゃないかもしれません。チャンス追求型に ならざるを得ないかもしれませんけども、どこかでこの戦略型にシフトしなければ、自分の求めている結果っていうのは得られないんだよってことなんですね。はい。まあ、激動の時代だからこそ王道を大事にする。まあ、王道っていうのは英語で言うとキングロードですから、まあ、無理やりですけども王様が歩く道ですから、まあ、これをね、最終的に歩いていただくのがいいと思います。はい。次ですね、どうでもいい、そしてどうにかなるということで、よく考えればね、もう次の32個目のマインドセットで終わりなわけですけども、その前の31個目、どうでもいい、どうにかなるですね。まあ、これはね、有名な中国の老子という方が言っている言葉で、樽を知る者は富むというふうに言われているわけですけども、これまさにね、先ほどお話ししたことかなと思うんですよ。いくらあればいいの、どのぐらいの時間の余裕があればいいのってことが分かってやってる人は別に豊かですよね。でもそれ以上のお金とかそれ以上の時間を求めたら、どこかに無理が来るんですよ。自分に無理が来なかったとしても、自分の事業パートナーに無理が来るかもしれない、自分のお客様に無理をかけてしまうかもしれない。まあ、そういうことを考えると、これで十分だっていうことをね、樽を知るっていうものは、まあ、それを得た時に豊かになるっていうことなんですよね。僕は本当にそう思ってるんです。なので田舎でも、できるビジネスモデルっていうのを選んでるわけですし、まあ、そこからですね、皆さんに影響を与えられるような方法を取ってるわけですけども、まあ、逆に言えばですね、どこまで行っても足りないっていうこともあるわけですよ。理想とか、まあ、希望とか、まあ、なんていうかな、ありますよね、欲望みたいなもの。それはね、あればあるほど確かにエネルギーにはなるんですけども、どこまで行っても満たされないんですね。自分で満たされる場所を決めとかないと、
ラインを決めておかないといつまで経っても足りないという渇望感に襲われるので、これはね、自分がどこまで行きたいのか、どういうライフスタイルしたいのか、どういういくら欲しくて、いくらどれぐらいの時間が欲しいのか、それをね、ざっくりとでもいいので、まずは決めていただくところからビジネスを選んだ方がいいと思うんですね。ということです。そして、まずあるものに目を向けて感謝することから始めましょうみたいなね、ちょっとスピリチュアル的な話ですけども、結局ね、これは僕いつも思うんですけど、日本にいる以上豊かじゃないですか。今ね、食べるものがなくて困ってるっていう人が山ほどいる中で、食べるものにも困ってないで、雨が降っても濡れない、寒くなっても暖房があるで、一人じゃなくて家族もいるみたいな、で友達もいるみたいなね、とにかく便利なところに住んでるわけですよ、日本は。僕たちはね、たとえ田舎であったとしてもそれはそうなんですけども、そうなった時に今もうこれでいいじゃんと、これ以上悪くならない方法、悪くなったって別にいいんですけど、悪くならないんだったらもう幸せじゃんっていう風に割り切ることで、さらに次の向上心というものを健全にね、追い求めることができるんじゃないかなって思うんですね。これもね、樽を知るってことになると思うんですよ。今あるものに目を向けて感謝する、本当に感謝してほしいんです。だって感謝できますもん。すごいですよね、美味しい食べ物があって、なんだろうな、すごい奇跡だと思うんですよ。世界中の人間の中で自分がここにいて、こんなに何不自由なく暮らせるっていうのはすごく健全なことだと思うし、幸せなことだと思うんですね。そこにまず目を向けて、感謝をする、丸を作っていただくことでですね、そこからさらに大きな丸を描く、さらに上を目指すという、意識がですね、大事じゃないかなと思います。はい。最終的にはね、もうね、どうにかなるんですよ。日本にいる限りはどうにかなるし、自分が誰かに貢献していて価値を、ね、提供できていればどうにかなるんです。お金だって必要に応じて、提供されるんです。なので、もうね、どうでもいい、どうにかなる。もう大丈夫なんです。何とでもなるんです。という、この割り切り感ですよね。どうせ死ぬんですよ、みたいな。死んだって幸せじゃないですか。どうせ生まれてきた瞬間死ぬんですからね。そういうですね、こうなったらダメだとか、こうなったら不幸だっていうことに目を向けるんじゃなくて、どうなったって幸せじゃんっていうところに、まず基準を置いていただくことがですね、健全にビジネスをやっていく、精神力っていうのを、養えるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。そして最後ですね、目標達成は理由8割、方法2割ってことで、結局ですね、なんでそれやりたいのと、なんで、それしなきゃいけないのという、この理由がまず明確であれば、何でもできちゃうんですよ。ちょっと言葉はよくないですけども。もうとにかく理由8割です。これは自分もそうですし、自分のお客様、行動を促したいと、ね、思った時にも、その方の理由をとにかく突き詰めてほしいんですよ。最初ね、適当なこと言うんです。僕もそうでした。仮にこうなったらこうなったらいいじゃないですか、みたいなね。このためにやってますって言うんですけど、実際そのためを思ってやってると、そうでもないことに気づくんですよ。そこにね、やる気が、のエネルギーが、なんていうかな、生まれてこなくなったりするんですね。その時にもう一回立ち止まって、何のためにやってるんだろう。ね、なんで自分は今やる気がなくなったんだろうという、この自分との心に向き合う時間、向き合うことで、またね、時間はかかるかもしれませんけども、また理由を明確にしてエネルギーを蓄積できるってことなんですね。とにかく理由が8割です。もうね、理由がとにかく大部分を占めてるんです。それが明確であればあるほど、もう方法なんかいくらでもありますので、あとはやるだけみたいな感じですね。あとはですね、これだけ飽食の時代、豊かな時代だとですね、必要に迫られないと本気が出せないっていう方も多いと思います。これは僕も実際そうでした。その必要に迫られるっていうのは危機感ということじゃないんです。どうしてもやらなければならないという理由があった時に本気が出るんですよね。例えば僕は人を生かしたいと思ったわけですね。ボーリングで言えば佐藤さんというボーリングのノウハウを広めたいと思ったんです。ここで腐らせるのはもったいないと、こんなところで細々やってるのはもったいないと思って、何とかして広めたいっていう、そのエネルギーが本気を出させたんですよね。必要に迫られたんです、自分の中で。なので、その、動機、理由っていうものがあるから、人は動くし、自分も動くし、人に伝わるしっていうことなんですよね。情熱っていう言葉になるのかもしれません、やっぱりね、ここは。はい。理由なき目標は全く意味がないということで、よくあるんですよ。目標月収100万円とか言うんですけど、何のためにそれ100万円稼ぎたいんですかっていうと、いや、それぐらいあったら生活楽になるからみたいな答えの方っているんですけど、それだとね、自分、理由にならないんですよね。もっと明確な理由が欲しいんです。
例えばその月収100万円であれば、50万円を貯金して、なんだろうな、1年間貯金した600万円だから、その600万円で家族に旅行に連れてあげるとかね、なんか車を買うとか、で残りの50万円で生活するんだけど、そのうちのなんかいくらいくらおじいちゃんおばあちゃんあげるとか分かんないですけど、まあ、これぐらい具体的になってればいいんですけど、そうじゃなくてざっくり100万円稼げて、利用になってなんか威張りたいんです、自慢したいんですみたいなぐらいだと、なかなかね理由って弱いですから、そもそもね自分でも分かってるはずなんですよ。その理由は本当の理由じゃないってことは分かってるんですけども、なかなかですね社会的な目標設定みたいなものに流されて案に金額とかね設定しちゃうんですけど、まあ、それだとね理由にならないんですよね。まあ、ですので自分がなんでそれやりたいの、なんでその額稼ぎたいの、なんでビジネス始めたの、そこをとにかくね突き詰めて考えていただくと、もう方法なんかいくらでもありますから、理由が明確になればそれは、自動的になされていくっていうことなんですね。はい、ということで、かなりね、急ぎ足でお話をしてきましたけども、本当に好き勝手お話しさせていただきました。まあこれはね、僕の何でしょう、僕が無料でね公開する情報じゃなくて、何かしらの、商品とか教材とかね、そういったものを購入してくださった方に届けられる情報ですし、かなり長い間ねマインドセットの話をしてきて一番最後なので、ここまで聞いてくださる方って相当少ないんじゃないかななんて思いますけども、やっぱり僕はこういう考えを軸にしてビジネスを行ってきましたし、これをねそっくり皆さんに真似していただきたいって、そういうわけじゃないんですね。ただやっぱりねこれからはまあフリーエージェントの時代なんて言われていて、個人の力っていうものがすごく、ダイレクトに社会に貢献できるし、個人の力だけでビジネスができる時代なんですよね。まあ、その時に、今僕が言ったような考え方っていうのは自分の中から生まれてきたものですけども、人から言われたことじゃなくて自分の中から大事にしている価値観っていうものをですね、しっかりと持つことで、まあ、ブレないというか、なんていうのかな、力強い生き方ができるんじゃないかなと思うんですね。まあ、僕がこれまでお話ししてきたことっていうのは別に嘘偽りじゃなく、誰かに教えてもらったことはあるとは思いますけども、基本的には自分の中から出てきた言葉なんですよ。いろんな方からの教えを受けて自分の中から出てきたものなんですね。つまりこれは僕のオリジナルなんですね。まあ、こういうですね皆さんの中にも、セオリーというか哲学というか自分の中のマインドセットというものが出来上がってくると、まあ、よりですね安定的にビジネスができるんじゃないかな、自分の濃いファンの方々が、生まれるんじゃないかな、まあ、そういった方々に情報を届けることでお互いにですね向上していける関係が作れるんじゃないかなというふうに思っていますので、まあ、もしですね参考になるところがあったら、ぜひこれもパクりまくってですね、こういったマインドセットをの、まあ、コンテンツが、まあ、自分のマインドセットっていうのを確立していただければいいんじゃないかなと思います。ということで、まあ、かなりですね、長い動画になりました。3本合わせて1時間半以上になったと思いますけども、まあ、今回の動画で終わりにしたいと思います。最後にまでご視聴いただきましてありがとうございました。